はみさんこんにちは、カイカイです。今日はこれからのデスクトップ向けチップの派遣について話していこうと思います。まずは予備知識からですね。インテルとか AMD が製作しているチップっていうのが、ラップトップであるとかデスクトップ、そういうその辺を総合してデスクトップと言いますが、このデスクトップ市場のほとんどを占拠している中で、Apple のM1 チップ搭載 Mac が発表、そして発売されました。発売されてからもう数週間程度経っているんですが、製品がレビューアーたちの手に徐々に渡っていくにつれて、最新の Apple のインハウスチップである M1 チップのパフォーマンスや消費電力、あとはソフトウェア対応なんかも分かってきました。この M1 チップは ARM アーキテクチャというテクノロジーを用いていて、従来のインテルや AMD のチップとはかなり根本の部分から異なります。この ARM アーキテクチャというのはインテルや AMD が利用している x86 アーキテクチャと比較すると消費電力が大きく削減できる代わりにソフトウェア対応が甘くなってしまうという弱点がありまして、今までは機能の多さよりも消費電力の削減が重要なスマホ、タブレット向けに多く利用されてきたんですが、それをついに Apple がデスクトップ向けにも持ってきたというわけですね。ARM チップをモバイル製品以外に搭載するのは、実は Apple が初めてではなくて、以前から Chromebook が参入しようとしている市場ではあるんですけども、大きな影響力を持つ Apple が参入したことで、ついにデスクトップ向けのチップも x86 から ARM に完全移行するのではないかという感じの話が出てきているというわけです。ただし、すでに話したように、この ARM アーキテクチャを元に作られたチップっていうのは、電源効率、つまりパフォーマンス毎ワットに優れる代わりに、ソフトウェアサポートが限定されてしまうんですよね。それは従来のワークステーション向けのソフトっていうのが、全部 x86 アーキテクチャに向けて作られているというのも大きな理由ではあるんですけども、ARM アーキテクチャが複雑なタスクが得意ではないというのも大きな理由になっています。これは大部分は最適化によるものでして、例えるなら10トントラックと軽自動車みたいな感じですね。当然軽自動車の方が圧倒的に燃費はいいんですけども、じゃあ荷物10トンを引けって言ったら、軽自動車には絶対に無理でトラックに頼むしかない、そんな感じの比較となっております。このように制限のある ARM アーキテクチャなんですけども、ここ10年程度以内ぐらいで制作されたソフトなら、ARM の制限を理解した上で、シンプルなインストラクションを元に制作することで、ARM チップでもしっかりとパフォーマンスを出してもらえるようになってきてはおります。最近のモバイルゲーミングの成長とか、そういうものにつながっているわけですね。そういうこともあって、大規模なスループットとかパフォーマンスが必要になるサーバー向けのアプリケーションでも ARM が順調にとは言わないかもしれないけど、少しずつ活用されるようにはなってきております。Amazon が制作しているグラビトンチップとかね、富士通の A64FX とかその辺がその最たる例じゃないかと思います。で、ここまで話すと ARM の市場進出、モバイル向け以外の部分への市場拡張もかなり順調に見えるんですけども、もちろんハードルがないわけではありません。うちのチャンネルでもよく話している広報互換という部分、これがかなり大きなネックになっております。デスクトップ、サーバー両方に共通して言えるのは、過去のソフトを利用できなければ市場拡張は道半ばで止まってしまうということです。特にプロフェッショナル向けの市場では、一部の人が、例えば10年以上前のソフトとかを使っていたりして、ARM に移行することで、そのソフトが使えなくなってしまうのなら、新製品にアップグレードしないか、もしくは別のプラットフォームに乗り換える人もたくさんいます。少し身近な例として、私自身の編集ソフトを例にとってみましょう。現在私は AMD 製の CPU を導入した PC で AviUtl っていうソフトを利用して編集しているんですが、例えば AMD が次世代の Ryzen は ARM に移行すると発表したとしましょう。AviUtl はかなり古いソフトなので、その時点で AMD 製の将来的な CPU では AviUtl が使えなくなることが決定します。ここでAMD を引き続き利用するためにソフトを乗り換える選択をするのか、それとも AviUtl を引き続き利用するために AMD からインテルに乗り換える選択をするのか、この選択を迫られるんですけども、ここでソフトウェアを乗り換えると思う人が果たしてどれくらいいるのか、おそらくかなり大部分の人がハードウェアを乗り換えようと言うんじゃないかと思います。それは特に、先ほど言ったプロフェッショナル市場においてはより顕著な話となっております。それとサーバー市場で ARM がいずれマーケットシェア 50% 以上とか、そういう大きなマーケットシェア、これを達成すると仮定した場合、どれだけ時間がかかるんだろうかと聞かれた時に、ブロークンシリコンっていうポッドキャストがあるんですけども、そこにゲスト出演していたサーバーエンジニアの方は、数十年はかかるだろうっていうふうに言っておりました。いずれにせよ、市場全体が ARM に移行する可能性は近い将来ではかなり低いと言えると思います。そもそも Apple が自社製のチップを作り始めたのは、インテルがもういい製品を作ってくれなくなってしまったからで、AMD によって競争が戻ってきている今、x86 から ARM に移行するメリットっていうのは、むしろ減ってきているとすら言えると思います。ここでちょうど AMD が話に出てきたんで、話変えるんですけども、これ台本には入ってないことなんですが、つい、昨日の夜ですね、いろんなところ見てるときに、そのソース集めとかでね、いろいろ見たりするんですけども、ネット上で。そこで、一つリークがありまして、で、このリークは別にその信憑性が保証されたものとかではないんで、あくまでもリークとして聞いてほしいんですけども、レッドゲーミングテックさんからリークとして、AMD が、次世代の Ryzen がもう完全に ARM に移行するとかそういう話ではないんですけども、 Ryzen と一緒に ARM を利用したチップを製作しているっていう話が出てきているそうです。つまり x86 を利用した Ryzen のチップラインナップがあって、あとはARM アーキテクチャを利用した何かしら別の AMD 製のチップアーキテクチャ、チップラインナップが存在するという可能性があるという話ですね。こういうところからも ARM がね、少しずつ市場内での影響力を伸ばしているっていうところがわかるかと思います。見えてきますね。ただし、先ほどから話しているデメリットっていうものたくさんあるので、ここまでの話を総括して、この2社の間では、近い将来に限って言えば、覇権は X86 にありそうにも見えます。遠い将来、50年以上後とかをね、見据えるのであれば、こういう広報互換の部分とかの問題もある程度解消されてはくるので、そういうのも踏まえてなんとかなるかもしれませんが、現状モバイル市場とデスクトップ市場の一部を ARM が獲得しているとはいえ、デスクトップ向け、サーバー向け、あとはコンソール向けですね、そのほとんどは未だに X86 が持っております。しかし実はこの時点で忘れられているグループが一つだけあるんですよね。皆さんは CPU を自分で作ってみようとか思ったことはありませんか？個人のレベルではおそらくないんじゃないかと思います。ですが、例えば大企業が新製品のプロセッサーをデザインしようと思った場合はどうすればいいのか。個人ではやらないことでも、例えば大企業がインテル製のプロセッサーも AMD 製のプロセッサーも、あとは ARM 製のプロセッサーも、全部自分のニーズに合ってない。自分でもう根底からデザインし直したい。そういうことを思う可能性はあります。で、こう思った場合どうすればいいのか。通常ならば、インテルとか ARM とかとお話をして、CPU アーキテクチャを借りる契約を結ぶことになります。AMD も実は、インテルから CPU アーキテクチャ、x86 アーキテクチャを借りているだけなんですよね。で、インテルから x86 を借りることは、まずできないんじゃないかと思います。AMD に貸している以外の部分では、ほとんど貸さないと聞いておりますんで。なので、じゃあ相談するなら ARM の方になるんですけども、ARM の方から借りたい場合はライセンス料が非常に高いと。こんなもん、企業なら絶対に払いたくないわけですよね。インテルの X86 も使えないっていうのも、ARM にライセンス料を払わないといけないっていうのも、それぞれが、ISA、インストラクションセットアーキテクチャの略称なんですけども、これを所持して、ただでは公開したくないからです。自分が作ったもんだから、それで金儲けさせろって話で、割と当然の話ではあると思いますけども、こういうものをただで使わせてくれるのは、いるとしたら、何かしらのオープンソース製品を作っているところになりますよね。オープンソースとはつまり、根底の部分が全部公開されているということで、ライセンス契約を結ぶ必要もなし、公開されているものをそのまま使えばいいだけの話になるんで。で、それが存在するのかっていう話なんですけども、この流れですから当然存在します。RISC-V、リデュースとインストラクションセットコンピューティング5っていうものなんですけども、これはインテルや ARM と比べると圧倒的に若い会社で、実際に活動を開始したのはなんと2010年代以降、つまり残り2社と比べると何倍も若いことになります。この RISC-V というアーキテクチャは、その名前にデュースとインストラクションセットと入っている通り、 X86 なんかと比べると何十倍もベースの命令セットが少なくて、つまり軽く運用できます。しかもベースを軽くしてそこにユーザーのニーズに合わせて命令を継ぎ足していくという構成にしているおかげで、かなりカスタム性の高い、つまりはユーザーの各ニーズにおいてはよりパフォーマンスを発揮できるチップが作れるようになっております。まあこのチャンネルを普段から見てくださっている方なら、このカスタムの重要性っていうのはね、身に染みて分かっておるかと思います。そのカスタム要素がさらに次のレベルに行っているような形ですね。まあ、ただし RISC-V の一番の売り文句っていうのはそこではありません。RISC-V を利用する一番のメリットっていうのは、このアーキテクチャがオープンソースであるという部分です。パフォーマンスとか燃費とか、そういう普段気にするようなパラメータを踏まえても、オープンソースであるというのは RISC-V を利用する企業にとってはものすごいメリットになっています。オープンソースということはライセンス料を払わなくていいということでもあって、 RISC-V と他のアーキテクチャから選ぶときに選択の自由がある場合はほぼ間違いなくコストを削減できる方を選ぶはずだと思います。で、RISC-V は ARM とほとんど同じ、広報互換性とか製品を導入したがらない人がどうしても出てきてしまうとか、そういう問題に直面するはずだと思います。でもそれと同時に RISC-V は ARM と違って、消費者が何と言おうがチップメーカー側がライセンス料がタダというメリットから移行していく可能性があります。ここで AMD の Ryzen を例にとって話していくんですが、まあ、Ryzen の根底のアーキテクチャ、このコアのアーキテクチャが x86 を利用している点は近い将来はほぼ確実に変わらないんじゃないかと思います。ただし実はこの Ryzen という CPU の中には他にもいろんなインストラクションセットアーキテクチャが存在するんですよね。私のチャンネルで普段からアーキテクチャと言っておりますが、この x86 とか ARM とか RISC-V っていうのは ISA、 インストラクションセットアーキテクチャを略してアーキテクチャと呼んでいるわけですね。で、このインストラクションセットアーキテクチャがこの CPU の機能の根底の部分を定義づけるものになるんですけども、CPU っていうのは非常に複雑な製品でして、このコアの部分以外にも他のいろんな、まあ、Ryzen を例にとったのは IO 台という点で分かりやすくなる方ですね。コアの台と IO 台が分けられているんですが、この2つで機能は全く違います。つまりコアの部分で x86 を利用していたとしても、この IO 台の部分とかで全く別のアーキテクチャを使うんですよね。CoreTex さんという YouTube のチャンネルがあるんですけども、その方曰くこの Ryzen という CPU の中にはなんと15個の ISA が利用されているそうです。で、この15個のうち1個は、まあ、X86 になるんですけども、残りの14個っていうのは、まあ、他のいろんな ISA が使われているんですが、このそれぞれの14個のアーキテクチャを RISC-V に移行させていくっていう可能性はすでにありますし、あとは RISC-V、 例えば NVIDIA であるとかそういう大企業がすでに製品の中に入れ始めているんですよね。そういうところからも分かる通り、非常に利用しやすいものなんですよ。だって利用したってただなんですから。なんでとりあえず入れてみようぐらいのノリで入れちゃっても割と問題ない。しかもすでに入れ始めている会社もあるっていうことなんですよね。で、正直なところ現時点のこの RISC-V がどれだけ市場に参入していけるのかは未知数じゃないかと思います。ただしすでに小さなスケールでは利用されていること、あとは RISC-V の後ろ盾には先ほど言った NVIDIA や、あとは他にも Google、Samsung などの大企業がいること、オープンソースでいることのチップメーカーに対するアピール力を考えれば、 RISC-V が大規模に展開する未来はそう遠くないものなのかもしれません。非常にポテンシャルのある製品だと思います。これは私個人の意見なんですけども、少なくとも ARM よりかはアピール力があると思います。まあ、この動画最初の方で話しましたが、 ARM ベースの、Apple の、Apple シリコンだっけ、あれが出てきまして、それを起点としてこの議論を発展させていきましたけども、この Apple の参入による、まあ、一波乱とでも言いましょうか、ここから派生して、じゃあ他の RISC-V とかの会社がどういう風な影響を受けるのか、 AMD とかインテルがどういう風な反応をするのか、非常に面白いものになるんじゃないかと思います。 ARM と RISC-V それぞれが、まあ、全員参入してきて、そこでしっかりと競争してくれれば、まあ、インテルと AMD の競争でも同じですよね。インテルと AMD が競争することでより良い CPU が作られる。でももっと大規模なスケールで見れば x86、ARM、RISC-V この3つが競争していくことで、まあ、さらにより良い製品ができていくんじゃないかということです。実際にこの市場がどれだけ荒らされるのかは X86 がすでに確保しているデスクトップ向けとサーバー市場、これにどれだけ侵入できていくのかっていうところだと思いますが、それに関しても相当なポテンシャルがあるとは思います。非常に楽しみなところです。というわけでこの動画はこんなもんにしましょう。楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。他の動画、他のチャンネルなど動画説明の方にリンクしておりますので、あとは Twitter の方もリンクしております。ぜひご確認ください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。